王職部は台湾地方を成中で定められた十二市の一台湾節管計画公用地方制成は重慶国民政府が1945年3月に策定した台湾接収計画の一部をなす。日中戦争後に接収を計画していた台湾の地方行政制度を整備するもので、その内容は日本統治時代の五州三長九市を十一市、八一九、県、 1829県339県に改変するとともに当局が不適切と認めた地名を解消するものであった。一方、日本統治時代の歩行制度は損敬される方針であった。重慶国民政府は接収台湾調査研究に基づき台湾に軍政を施行した。立法行政を委任された賃議は地方制度が現実に即していないと判断し、 1945年10月15日に国民政府行政長官公所が台湾省を正式に接収した後に台湾地方生成を実施し日本統治時代の行政区分を修正するとともに台湾の地方行政を定める基本方針となった。1950年国境内戦により中華民国政府が仙台したことにより台湾地方生成は廃止され新たに 台湾昇格堅使実施地方自治公用が施行された。1943年のカイロ会談で連合国は日本に対し日本国が新国人より当主したる満州と台湾を呼び方向諸島を中華民国に返還することを定めた。重慶国民政府は戦後の台湾接種を行うための準備に着手することとなった。1944年4月、 中央設計局に台湾調査委員会を設置、賃金を主任委員に任命した。調委員会は日本統治下の台湾の経済、政治、社会、軍事等の各方面に詳細な報告を行い、1945年3月に賃金の提言を入れた小介析により16項83条になる台湾節管計画公用策定。 国民政府委員会により承認され台湾接種の青図面と法的な根拠となった。その中の地方生成の条項が台湾節管計画公用地方生成であり、接種後の台湾行政区画を定める基本方針となった。重慶政府は台湾の地方行政制度に下記の改革を行うことを計画した。すなわちこの計画の特色は、 人口の高により行政区分を決定したことと将来の選挙と地方自治を念頭に置いた計画であったことである。この他地名に中国の歴史上の人名を採用した。かよしから林総文を検証した総文氏にキールン軍を清朝の準部だったリューメイデンの別号を採用した肖像権にしたことなどがその例である。国民政府行政長官公書は 台湾地方生成が現実に即していない面を有していたため、接種後に実施されたもの日本統治時代の5州に、超八県に改変し、その滝いるん、台北、新築、台中、昇華、嘉義、台南、高尾、平東の旧小華市を設置したに止まった。1950年に国境内戦に敗れた国民政府が仙台した後は、 台湾昇格県市実施法治公用に基づき16県5昇格市1管理局36協陳県括市が設置され合陳及び県括市は県の所管と定められた。それ以降陽明山管理局が廃止されるなど一部修正があったが現在に至るまで延用されている。ありがとうございます。